クルスです。今月2回目となる図鑑動画スタートでございます。今回もまた私推し活のために図鑑いたします。12月の韓国舐めちゃいけないよっていう風にだいぶ脅されていたので、あったかくて滑り止めがついていて、なおかつライブにぴったりのちょっとヒールがあるブーツ、こちらを私調達しております。しかもね、楽天で探してこれ買ったんですけれども安かったの。今回の図鑑で履き潰さなかったらご近所用に使おうと思います。さあさあさあ、そうこう話しているうちにいよいよ羽田空港第3ターミナル駅に到着いたします。ここからは通常通りいつものクルスのひそひそ声での動画になりますので、皆さんごゆっくりご覧ください。それでは失礼します。ナレーションのクルスでした。めっちゃ人多い。なんだこの人の多さ。どうもクルスです。今回も羽田空港、現在第3ターミナルの駅に来ております。いつもスタートはここからですね。はい。今日はクリスマスイブ。もうすぐ日付が変わってクリスマスになろうとしております。そんな中私は渡韓します。ちょっといつもの通りなんで、今回は若干ちょっと工程をすっ飛ばしていこうかなと思います。それでは参りましょう。軽量化しました。エレベーターが混んでるので今日はエスカレーターで登っていこうと思います。早ければね、何でもいいでしょう。いつもの通りですが、到着してから化粧はしようと思います。前情報で聞いたんですけれども、羽田はそんなことないみたいなんですが、24日なんか関空の方が結構空のダイヤが乱れていたようで、ステイちゃん、関西から来るステイちゃんは3時間半ぐらい多分飛行機待たされちゃったみたいですね。せっかく早く空港に行ってもそういうこともあるので、やっぱり渡韓するときにはちょっと余裕を持って、私は深夜便なんであれですけれども、時間ギリギリに何か行くっていうのはちょっと私も怖いんで、今後はやめようと思っています。まあ、いつもこれなんですけどね。はーい、安定の皆さん、もうこれ3回目なんで慣れておられますね。こんな感じになってんだ、あの上とかちゃんと見たことなかった。なんかご飯屋さんみたいなのあるね。いつもここで瓶を確認してそのまま J ですねって言って J のカウンターに行くんですけど、え？あ、こっちも。はい、いつもの通り J です。 J ですね、もう3回来て3回 J だから、もうずっと J なんだね、コリアンエアラインはね。もうすぐ入ります。この行列もしかしてこれじゃん、やば、並ばなきゃ、めちゃ激混みなんだけど。ねえ、まさかのあそこに並んでるの1時間かかったんだけど、過去最大やばいっすね。ちょっと急いで入ってラウンジにいられる時間が短くなっちゃったんですけど、向かいたいと思います。じゃん、おばあちゃん、やっとラウンジに入れました。ラウンジでの今日のお夜食は明太子おにぎりと長ネギの味噌汁と多分唐揚げ、このラインナップで攻めていこうと思います。やばい、めっちゃうまい、めっちゃうまいんだけどこれ、
もう一個食べちゃおうかな。うまい。ダメだ、動いちゃう。最高の組み合わせですこれ。満腹。今日もラウンジを楽しみました。さあゲートに向かいましょう。レッツゴーゲート。私の後ろですごいでかい声で喋ってる男の人がおるわ。今、搭乗開始時間の10分前です。ラウンジから歩いて多分前回と同じぐらいの場所だと思うんですけど3分かかんないぐらいなんで、ちょっとゆっくり歩きながら向かいたいと思います。大谷翔平に見送られながら、さあいよいよ登場でございます。今回初の試みとして機内食を特別なものにオーダーができるということでしてみました。行きの便と帰りの便違うものを頼んだので、それぞれの内容を動画で皆さんにシェアしたいと思います。まずね、通常食の方と違って特別食を頼んだ場合、座席にこの黄色いシールが貼られます。前回前々回と普通のお食事を頼んだらね、唐突に出てきたチューブのコチュジャン、がっつりした食事は夜中には食べられないので、行きの便ではビーガンミールを頼んだんですけれども、ビーガンミールって一言で言ってもこの7種類があって、私は一番下のローベジタリアンミールってやつを今回頼んでみました。内容は生野菜とフルーツ、お野菜にはドレッシングがつきません。なんか味付け欲しいかもっていう方は自分で持ち込んでみてください。後でもっと検索してみて分かったんですけれども、どうやらフルーツだけの機内食もあるようなので、野菜すらいらないよっていう人はフルーツ機内食もいいと思います。機内食も食べ終わって一段落って言った時に、機内である事件が起こりました。ちょっと眠くなってきたタイミングだったので、あれこれは私の幻覚なのかなって一瞬思ったんですけれども、飛行機の中央通路あるじゃない、あそこをですね、アメリカンショートヘアっぽい感じの猫がテクテクテクと歩いていったわけですよ。最初その幻覚かなと思ったんでそのままにしてたんですけれども、もう一回ね折り返してきたわけ。もういい加減こう折り返してきた時に、ほんでガチで猫いるなと思って、猫から視線をぐーっと上に上げてみたら、 CA さんがちょうど真ん前にいたので、 CA さんと私が目が合って、あらまあみたいな感じのテンションになりまして、そのまま放置してたりしたら、もしかしたら猫アレルギーの人がいるかもしれないので、私だったら捕まえられると思って優しく優しく抱えてみました。私が抱えた途端結構視線が集まってしまったので、いや私の猫じゃないんですけどって思いながら、記憶をたどったらそうなの、ペットマークがついてたの、私の前の座席に。その瞬間に前の席の人がくるっと後ろを向いて、見やねよみたいな感じですごいライトな感じのご挨拶されちゃって、飼い主カップルは CA さん3人から怒られておりました。猫ちゃんが暴れるタイプでも引っかくタイプでもなかったので、今回は良かったなと思ってます。こんなことってある？というわけで今回の動画はここまで。韓国到着いたしました。見て、雪降った後の感じがありますね。これどうしましょうっていう風に思いながらこの時歩いてたんですけれども、そうです、この後このね、猫を抱いたっていうだけでは終わらない、もっとさらにすごいことが起こります。毎回なんでだろうな、渡韓するたびにいろんな伝説を作ってしまうのはなんでなんでしょうね、私たちは。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アニョー。